ははい皆さん、えー、こんこにちア、えー、アジアで来てる今回はねグレー来てますよってことで非常にね、えー、グレーなお話をしますのでいつものごとくグレー来てるんですけどもはい、えー、ですね本日は何曜日だ本日もう早いですね週の半ばということで水曜日になりましたなんですけどもいやね、えー、私もですね起きてねちょっと経って今午前中にね、えー、水曜日の午前中にこの動画を撮ってるんですけども ああのー、まあ、ね、えーまあ、皆さんもね、もうね、もうご存知だと思いますけど私もね、昨日夕方日本時間でいうと夕方ですね退位、えーまあ、時間だとまあ、午後ちょっと過ぎたぐらいの時間にね、えー、まあ、速報というようなことでお話しさせてもらいましたけども、例のイギリスの戴冠,、ね、冠式に関して まあ完全なまだね、閣議了解を得なきゃいけないっていうことで、えー、まあその、えー、まあプロセスね、もう単純なプロセスですよね。それはありますけども、まあほぼね、ーヌ宮ご夫妻がご出席されるというようなことで、まあほぼ決まりましたよ、みたいなことでね、えー、動画でお話をさせてもらいましたけども、いやーね、完全な出来レースだよね。あのー、 これね、私もですねこの戴冠式のことに関してはいろいろね時系列を追ってねやっぱりねいろんな動画を出させてもらいましたなおかつですねそういった今まで出させてもらった時系列を追っていくとですねもう本当になんかね出来レースがよくわかるなっていう感じです、えー、今月っていうか先月ですね、えー、先月の初めに最初刑、えー、務長がですねネミヤご夫妻で ご出席するというようなことを準備してるとかね予定であるみたいなことを報道しましたよねでそれを NHK ワールドが英語版でバーッと全世界に向けて同じように報道しましたとでそれを受けて各,各国のですねメディアがまたこぞって NHK ワールドがこんな感じでレポートしてますよってことでどうも日本からはエ AN アご夫妻がご出席されるというようなことで各国のメディアがバーッと報道したわけですよね。でもうそのの日本以外の そそれこそですね、イギリスもしくはアメリカもそうですけども各国のメディアが「ああどうも日本からはエネミアご夫妻がご出席されるんだ」というようなことが,ことがですね、えー、まあバーッと知れたというか知れ渡ったわけですね。というような中で最初はタトラーだったですけども、まあ、その情報誌のタトラーだとかそしてねあの、えー、イギリスのね三大メディアと言われている一つのテレグラフが実際のリストとしてまあ 出席期待されるリストということでそれこそ天皇皇后両陛下のお写真なんかも含めてですね天皇皇后両陛下がご出席をを期待されるというようよなリストを発表したわけですでそういったようなリストとともにチャールズ国王においては900年の歴史があるそういったような監視を破って今回はそのチャールズ国王の以前からの友人を是非お招きしたいというようなね 人数は8,000人ぐらいから2,000人ぐらいに少なくなりますけどもそういった中でぜひ友人をお招きしたいというようなイギリス側の意向もしくはチャールズ国王の意向がですね実際にそういったテレグラフとか、まあ、タトラとかですねそういったようなところでまた報道されたわけですよ。でそういったようなことを受けておそらくはこれは私の勝手な想像ですよ。勝手な想像ですけどもワールドがあ 動画を消したんんじゃありませんかっていうことがね、実際に消されてましたからねそういったようなことが起きたわけです。でそれに続いてテレグラフの第2弾が先週末にですね招待状のリストを送りましたよということで今週の月曜日までに返事をしてくださいということを先週末すなわち3月末にですね E メールで送信をしていた。 ということが先週末ですでですに分かってたわけですねで本当であれば私もその先週末の動画でお話ししましたけどえ月曜日にえ実際にね、えーまあまあ、週明け早々にでもね実際発表がある,んじゃなんあるんじゃないかなということもね動画の中で話をしましたけど月曜日は何にもなくて実際に昨日の火曜日に報道されたというようなことでまあ月曜日はねそのおそらくはバッキンガム宮殿に対するその返信の E メールの内容だとかね、そういったようなことをしながらねそれこそねどういったことで公表しようかってことで経営委員長の中でうだうだと考えてたんじゃないんですかっていう感じですよね。で、えー、実際には昨日の夕方に日本時間の夕方にそういったようなことでまた発表されたとで、最終的には閣議決定というかね閣議の了解を得て、えー、正式に決定するというような報道がされたということなんでまあほぼ決定だよねっていう話ですよね。今、 言わさせてもらったですね、私の過去の動画、全部私は事実を伝えておりますから、その過去の報道なんかも全部事実です。というようなことをね、え考えるとですね、もう完全にですね、そのこのね、1ヶ月間ぐらいの、えその最初の経営の長の発表からのドタバタ、あえて言いますけど、ドタバタだよね。え庁が まだ正式にも決まっていないにもかかわらずですねそういったようなことで準備しているそれに基づいて NHK ワールドが英語でバッと配信しちゃったことによって全世界に話が伝わったでところがイギリス側の意向としてはそれはタトラー氏もそうですしテレグラフ氏もそうですけれども期待リストが実は天皇皇后両陛下なんですよっていうことでなおかつ、えー、チャールズ国王のその900年の歴史のね関連をぶち破るということを言ったわけですよ。 というようなことで、おそらくは NHK も焦った、k 務庁長も焦ったというようなことで、実際に先週末に E メールで招待状が来たというようなことで、ああ、もう発表しなきゃいけないね、回答も返さなきゃいけないねということで、おそらく月曜日は、わわわーってことで大騒ぎになったんじゃないですか。なので月曜日に発表できなかったけど、火曜日の定例会見でですね、次長が、KNN 長の次長が発表したということ。もうなんかね、すべて見えちゃったみたいなことで、 全ててレースだってことでねこの1ヶ月間ぐらいのドタバタとデキレースがねすべて見えたっていうようなことねあくまで私の想像ですよこれはね想像だけどそういったようなこの1ヶ月間ぐらいに何が起きたかっていうことをねよーくね紐解いてみるとそういったようなことが見えちゃうって話です想像ではありますけどもそんなことでちょっと整理をさせてもらいましたまあ昨日もですね皆さんどうでしょうかいろいろねあの何、ねあのー、て言うんですかね お考えになる方だとかですね、もうやっぱり私ありませんけど、頭に来ちゃったっていう方もいて、私も昨日はですね、えー、あるちょっとね、タイのバーベキュー屋さんにね、行って、まあやっぱりね、ご家族の方だとかね、友達の方とかいっぱいいるんだけど、一人なんでね、一人でね、タイのバーベキューでなんか焼け食いしてましたけどね、私お酒飲まないんで、ね、焼け食いしましたけどね。 ちょっと焼け食いの影響で今朝方ちょっとお腹の調子良くないなって食べ過ぎちゃったんですけどねまあそれどうでもいいですすいません大変ですねなんかねその戴冠式の話になっちゃったんだけどあのー、え今回のね話題は違うんですよちょっとねサムネイルにも書いておきましたけどあのー、えっ、ー、とねこれね実際はね紙面ではね明日出る「週刊文春」週刊文春の4月13日号なんですけど えちょっとね私もねウェブ上でまあ定期購読してるようなものでちょっとね紙面上では明日出ますのでまあ本日もね「文春オンライン」等でえウェブ上でも出るかもしれませんけどまだ出てないと思いますけどねこれ先週もね実はね「文春法じゃありませんけどあの出てたんですけどはま寿司はま寿司のね元従業員だとか従業員の人たちによる告発っていうようなことで。 ええというようなねこんなことが行われましたよっていうような話なんですねで先週はねあの、えー、なんか消費期限切れのネタを使っちゃったよって使,使い回していたよとかねやっぱり100円寿司というようなことで、えー、まあ何て言うんですかそういったようなことで、えー、売っているような浜寿司ですので、えー、とにかくね値段をなるべく上げないように消費期限切れのネタも使ってましたなおかつ例えばね先週の、えー 暴露話によると例えばマグロなんかがねなんか色が変わっちゃったようだとそれを揚げ物にして出してたとかねそんなような話もありましたねそれに引き続いて今週もですねまたね分身法じゃありませんけども第2弾じゃないけどこのはま寿司に関してですね新しい告発ということで元従業員の人かな今回も A さんというね元従業員さんの人がえ加えて告発したという話ですよ えで例えば、まあ,あの明日ね、紙面上では出るので、皆さん、その紙面,紙面をね、えー、ご購入くださいということなんですけども、買、まあ、いつまんでこんなことということをね、ちょこっとだけお話しします。でですね、えー、その元従業員 A さんということなんですけど、例えばね、マグロなんかはね、18時、毎日18時ぐらいに切ると、まずは使用期限をね、示す、えー、ラベルを貼ら、えー、ずにですね、 冷蔵庫にしまうよううよ指示されたっていうこといこなんですねでどういうことかっていうと通常は、えー、本来はそのカットした時例えば18時ぐらいにカットすればカットしたらすぐにその使用期限ねをのラベルをね貼るらしいんですけどもそういったようなことをしないですぐに冷蔵庫にしまえみたいなことを言われて冷蔵庫にしまっていた。で何、えー、か知らないけどね横挟さになって、えー、それこそね <laughs> 半日ぐらいあげてですね、えー、使用期限を示すようなラベルを貼っていた、すなわちですね、その使用期限のラベル自体がすでにね、本来の期限の開始からもうね、半日ぐらい経っているというようなことで、それ自体が改ざんだよ、みたいなね、そんなような話だとかね、ちょっとすいませんね、さっきの戴冠式の話で、ちょっとエキサイトしちゃったみたいな感じで <laughs> すいません、えー、で、そのね、あの寿司ネタだけじゃなくてね、 例えばケーキやフルーツなどのデザート類に関してもね使用期限が過ぎて色が悪くなっているのもねそのまま提供されていただとかあともっと何かね今回ひどい話はねえちょっとサムネイルに書いておきましたけどえーみたいなね魚を切る際に使うまな板でやっぱりねこういったような大きなお店ですのでそのまな板に関してですけどもなんかね非常に大きなまな板らしいんですね。ななんかか1メートルぐらいいああるっってて書いてあったかな 通常ねこの鮮魚用のまな板はね 1m 近いんですって大きいね。<laughs> というようなことで非常に大きいんですけどもなんとそのねまな板をですね、えー、このゴミ箱でまな板の消毒が行われていたんですって、えー、厨房にはね生ごみ用の四角い大型のゴミ箱があるらしいんですけど普段はゴミ袋を取り付けて使用してるんですけどそのゴミ 箱からその袋を取り外してそこにまな板と消毒液を入れてつけ置きが行われていましたというようなことです。まあ 1m のまな板でしょそれやっぱり大きいゴミ箱も相当大きいんでしょうねそこに本当だったらビニール袋が置かれてんだけどそれを外してそれで消毒液入れてねその中にその 1m もあるようなまな板をバーンと置いてつけ置きしていたみたいなねそんなような話です。いや 皆さんどう思いますすかって感じですね。要はそのネタだけじゃなかったお客さんに提供されるネタだけじゃなかったそれを切るようなですね、えー、寿司ネタを切るようなまな板に関してもなんか汚ねえなみたいなそういったような話です。 まあ、それでね、なんかね、何これ、回転寿司の専門家の方とかなんかいろいろね、出ておりますけれども、要はさっき言ったように、このはま寿司に関しては、やっぱり、まあ、低価格でね、100円で、とにかく皆さんに、その回転寿司を提供するというようなことで売っているようなお店なので、なおかつね、今現在、その寿司ネタの高騰だとか、当然ね、実際のお店の運用、 例えば光熱費なんかを上がっているというようなことでなかなか難しいっていうようなことでこういったようなことがされたんじゃないかということを言ってましたけどねまあそれはそれはそれはそれでねやっぱり経営の立場からなるすればそういうような見方もするかもしれませんけどもでもこれ完全に改ざんだよねさっき言ったやっぱりね使用期限だとかそういったようなことに関しても改ざんしてるまあこれ文春の記事の中にもね改ざんという文字が入っておりますけども、えー、そういったようなことはね他ならないよねというようなことで えー、他にやっぱりね今回もね文春の記者の方がこの浜ま寿司のね親会社の全商ホールディングスに、えー、実際広報室にね取材をかけたようなんですけどまあやっぱりですね、えー、確認できていないとはねまな板の使用ルール等については、えー、店舗へのヒアリングと直近数日間の映像を確認して記録に残っているものの中では正しく守られていることが確認できていますがそれ以前については確認できていないとか。 まあいつものごとく確認で,できていないとか調査中ですよみたいな形でうんまあねそれなりの回答しかもらえていないっていう話ですけどねまあそういったようなことがね本日も文春報じゃありませんけども浜ま寿司に関しては先週に引き続いてですねえそういったような話がされていますということで。 実は、えー、寿司ネタの消費期限だけじゃなくて、寿司ネタ以外にもね、それこそデザート類もね、えー、それこそ消費期限が過ぎているのを、もうそのまま提供されていたとかね、なんと、えー、まな板がゴミ,ゴミ箱で洗浄されていたみたいなね、<laughs> もうなんか話して,して、しているだけでちょっとね、疲れちゃうね、みたいな、グレーだな、みたいな話ですよね。 もし今回のね、この動画を皆様がご覧になっていただいているのが、お食事中であったら大変申し訳ありませんみたいなねえ、感じなんですけども、なおかつね、先週ちょっとね、このはま寿司の話も私ね、えー、動画でね、いや分身法だよってことで出てるよってことで皆さんにお伝えしたんですけど、その時もね、あのー、コメントでいろいろいただいたんですけど、 い、えー、ちゃんあの浜渡市は、ね、しょっちゅう行ってたんだよみたいなことでねなんか皆さんを幻滅させちゃうような話でもあるんですけどねただやっぱり事実はね事実としてとにかく先週の報道もと先週の記事もねそうだったんですけど、えー、今,今の現在の従業員の人の告発だとか元従業員の告発の話で今回は元従業員の A さんの、ね、話というようなことで、まあ、かなり信憑性が高いだから分身はね記事にしてるっていうことでしょうね。 えーというようなことみたいです。まあ多分事実なんだろうね。これね。嫌になっちゃうね。こんな話ばっかしでね。ということでした。もしお食事中の方であれば大変申し訳ありませんでした。ということですね。はい。今回もありがとうございました。それではね。バイバイ。